守山市の第二渚公園にある琵琶湖モニュメントです。琵琶湖モニュメントは2021年に琵琶湖湖岸に誕生した新名所です。青い空や琵琶湖、対岸の山々を背景に琵琶湖の文字がよく映えます。湖南市の三雲城市にある八丈岩です。八丈岩の大きさは高さ約5メートル、幅約10メートル。かつて三雲城市の見張り台として使われていました。巨岩は地面から浮いているようにも見え、いつ崩れてもおかしくない状態で立っている不思議な光景が見られます。三雲城市からは雄大な景色が一望できます。竜王町の鳴谷渓谷です。鳴谷渓谷は三井アウトレットパーク滋賀竜王からハイキングコースを徒歩20分ほど歩いた場所にあります。清流が涼しげに流れ、せせらぎが心地よい空間を演出します。栗東市の金瀬山です。標高こそ600メートル前後ではありますが、花崗岩が風化した荒々しい地形があちこちにあり、金瀬アルプスとも呼ばれます。信仰の対象となっており、かつて修験道の修行が行われていたとも言われています。耳岩や天狗岩など珍しい形の岩が点在し、琵琶湖や平山系が一望できる眺望は壮大の一言です。